とりあえず自己紹介しよう。俺は名古屋から連れてこられた。待て待て。はい。お互いの素性なんか知る必要ねえだろ。いや、しかしこれから1年家族として過ごすわけですし。鈴木奈美。カツオです。鈴木カツオです。はじめまして。あの隣の二階堂です。どうして家族やるだけで借金チャラになるのかな。偽家族ってバレたらどうなっちゃうわけ。殺されちゃうとか。